皆さん、こんにちは、リクトです。今回ですね、もう大変久しぶりに、アニメグッズ購入品紹介という項でやっていきたいなと思います。で、これは多分ね、もう最近私のチャンネル見始めたという方はまず知らないと思うんですけど、僕実は、昨年の6月ぐらいまで毎月、買った漫画とかアニメグッズとかを紹介するっていうのは個別に撮ったんですね。で、漫画購入品紹介っていうのは、毎月やらせていただいてると思うんですけれども、このアニメグッズ購入品紹介っていうのはもうマジで半年以上、もう最後やったのが昨年の6月号だったよ、さっき調べたら。でも8ヶ月ぶりぐらいにやっていきたいなと思います。様々な要因があってやってなかったんですけども、まあ、半年以上も約8ヶ月分ですから、もうめちゃくちゃあります。もう総額マジ20万超えぐらい。とんでもなくありますんで、まあ、まず円盤、まあ、ブルーレイとか DVD とか円盤と、アニメ T シャツ、あと、雑誌も買ってます。僕、ニュータイプっていうね、雑誌は定期購読してます。それをちょっと紹介しと、タペストリーかな。まあ、ちょっとしたグッズとかを、紹介していきたいなと思います。で、ほんとかなり量があるんで、なるべくサクサクっと、いつもはね、もうちょいなんかここの円盤こういう魅力があってとか結構話すんですけど、ちょっとサクサクってやりますし、ちょっとね、正直再生数とかどれくらい取れるかマジでわかんない。ほんと久しぶりにやるもんだから、まあ、ぜひね、再生いただけると嬉しいですし、よかったらコメントもいただけると大変嬉しいです。はい。ということで、久しぶりに始めていきたいなと思います。ということで、でまずですね、もう何からやろうかって感じなんですけど、僕が一番遅れた一番の要因がこれなんですよ。ニュータイプっていう、ね、雑誌、角川さんかなが出してる雑誌がありまして、角川さんね、定価860円とかね、僕年間で定期購読してるんですけど、1年、ね、定期購読でニュータイプっていう雑誌ね、定期購読をさせていただいているんですが、これを、最近読んでるんですけど、マジで5ヶ月分ぐらいずっと貯めてた時があって、で、読んでからやろう。読んでからやろうと思って読んでなくて、ね、定期購読してんのに。ずっと読んでなかったもんですから、まあなんか、ね、これ読んだタイミングでやろうと思って、まあ読んだんですけど、読んだんですよ、今。読んだんで、今やってるというところです。はい。最新号これですね、3月号、おっこつくんね、呪術廻戦ゼロがめちゃくちゃヒットして100億超えてますが、表紙のこれ、これめちゃためになるというか、面白いです、読んでて。ほんと、声優さんのインタビューもあるし、監督さんのインタビューもあるし、制作人の方のインタビューと結構あって、あ、この作品の裏事情ってこういう風になってたの、あ、こうやってアニメ作ってあんだとかね、すごい面白いんですよ、声優さんも。あ、この時こういう演技の意識をしたのとかめちゃくちゃ面白くて、まあ、私は特にね、監督さんのインタビューとかよく読みますね、脚本家の方とか。声優さんのインタビューはね、実はあんま読まなくて、声優さんほんと好きな作品とか、好きな声優さんとかのなんかインタビューとか読みますけど、やっぱ監督さんとか脚本家さんのね、インタビュー見ると、ここの話数はこういう風に時間を使ってたから、ここはこういう意図があったんだとか、書いてあったりします。めちゃくちゃ面白いですよ。で、そのアニメがさらに楽しくなったりね、今後例えば6話ぐらいまで放送されてるアニメだったら、今後こういう展開がやばいです、楽しみにしてくださいとか、ね、いろいろなんかあったりしますし、本当面白いなと思ってね。で、なんでこんな貯めてたんだろう。まあ最近はね、毎月読んでますが、毎月何日だ、10日ぐらいだったかな、発売だと思います。10日発売かっていう感じで、これがね、マジでだから8ヶ月分なんですね、要するに。ほらもう重いこれ何、1,2,3,4 9冊ある、9ヶ月分ありますこれ。とんでもないね、これ。で、まず、おっこつくんでしょ？おっこつくんが表紙。で、タクトオーパス、運命ちゃんが表紙。で、これだけで1時間ぐらいかかるんですよ。それですよ。FGO キャメロットが表紙。ちょっと待って、どうしよう。すみませんね。はいはい。で、やばいわ、これ。これはやばい。問題作が表紙。で、ヒロアカ、映画。懐かしいな、これ。10月だろ、10月号だね。9月号か。で、シエスタ様が表紙。懐かしいな、これ、もはや。で、なんだこれ。ファイブスターズ。ザ・ファイブスターズ・ストーリーズが表紙と。で、どうなってんのこれ。9、10、8、8、9、10、11で、ソードアート・オンライン・アスナ表紙の、鬼滅の刃。宇津木さん。これ、鬼滅の刃が始まるのかな。ちょうど始まるよっていうか、炭治郎と表紙という感じで、なんと8ヶ月分、ね。あ、じゃあ9ヶ月分か、ありましたよ。すごいな、これ溜めすぎだ。で、1,2,3,4,7,9 か。で、ニュータイプね、カレンダーとかポスターとかもついてきまして、例えば飾ってある中には今ないかな。ちょっと待ってくださいね。クリアファイルとかもね、ついてきたりするんですけど、これこういう感じでクリアファイルとかついてきたり、
もしますし、中にもポスターみたいなのあるんですよね。これとかあったら鬼滅が載ってたりとかね、こんな感じ で結構ね、アニメグッズ的にもなんか僕はありがたくね、やってんですけど、実は例えば今月号の3月号だったらこれか、たまに変わったりしてるんでね、見たことある方いらっしゃると思うんですけど、こんな感じで、これはリアデイの第一にと異世界食堂2のコラボみたいなね。今週はこういうカレンダーで、これがね、めちゃくちゃ当たりの時があるんですよ。今月号ちょっと私のとあんまね、当たりじゃなかったんで変わってないんですけど、あ、これアスナか。こんな変わってましたね、これ。ソードアートオンラインの。ね、アスナとミト、カレンダー。で、裏が白い砂、アクアトークね。懐かしいな、これ。ククルとフーカか。うわぁ、白い砂、アクアトーク。面白かったですよね。という感じで、かなり得点がついてきますよ。というニュータイプの紹介5分くらいしちゃったすいません、マジで9ヶ月分溜まってるからね、申し訳ないですわ。ちょっとなるべくパパッといきたいところですが、はい、おすすめですよ、これ。まあ、ね、いろんな雑誌ありますけど、私はニュータイプ別にいろいろ試したわけじゃないですけど、ニュータイプ買ってますよというところです。はいはい、では、続いてこれですかね。これ見せたことあると思うんですけど、ニュータイプじゃないわ、ニューゲームのニュータイプニューゲームのなんか最終巻ね、特装版があったら特典でこういうなんかついてきましたよ。いいっすねこれ。はい、ふたばちゃん、ふたばちゃんだっけ、待って待って、待って、鈴鹿で青葉ちゃん、ふたばちゃんで鈴鹿で青葉じゃなかったっけ、あれ待って待って、鈴鹿で青葉だったはず。ニューゲームってね、ゲームのアニメマジで面白かったし、まあ、キララの漫画で、僕原作も全部買って、読んで、その最終巻を買った時の特典ですね。ちょっと待って、鈴風双葉ってなんだ、鈴風青葉だろ。ちょっと一応調べますね。うん、ニューゲームはね、キャラも可愛い上に、結構しっかりお仕事アニメやってるとこもあって、鈴鹿で青葉なんで双葉って言った、鈴鹿で青葉です。今日も一日頑張るぞいってね、漫画の1コマぐらいしか出てこないシーンがもう超名言でね、多分知ってる方いらっしゃると思うんですけど、頑張るぞいって最終巻もね、もう決め台詞、うわよかった、これめちゃくちゃ面白かったっすわ。本当に原作最終巻まで読んでもね、本当は泣きましたし、うん、可愛さもあっていい作品でした。はい、で、あとこれのんのん日和のカレンダーね、これなんかね、多分あれ、これもニュータイプだったかな、違うかな、これはね、あれかな、角川なんかの多分漫画、多分雑誌かなんか買った時の特典ですね、確かこれは。はい。で、続いて、これだな、もう、いつ買ったのって言われて、五等分の花嫁の、僕円盤全部持って買ってたんですけど、5巻ですね。5巻の円盤と、のんのん日和の4巻の円盤。これはまあ一応、紹介してなかったはずだから、取っといたんだ、紹介しない枠で、確か。で、続いて、まあ円盤シリーズいきますが、無職転生最高っすね。実はね、円盤、あ、でもこれ1、2巻も見ました。1、2巻を見て、うん、1、2、3って感じですね。ロキシー、シルフィー、エリスト、早く2期発表来いよ、でもおかしい、まだ来ねえのかって感じですが、で、これ特典小説とかもついて、実はまだ読めてないんですけどね、全然手を出してないんですけど、読むのも楽しみですわ。原作も1巻買って、まだ読めてないんですけど、原作1巻も買ったりしてます。無職転生はね、ええっすね。円盤、私はね、結構マイクール買ってるんですけど、うん、本当にね、円盤、まあ、こういう、まず書き下ろしの、もうこういうビジュアル、キービジュアル、まあ、まずこれ、円盤じゃないと見れないですし、まあ、無修正だったら、まあ、無職転生だったら、ね、ちょっとエッチいとこもありますね。それなんかね、しっかり円盤で描かれてて、しっかりっていうか、まあ、描かれてね、ちょっと拡大されてたりとか、まあ、作家良くなってる作品もありますし、まあね、やっぱ配信とかで、ね、止まる作品でもたまにありますんでね、そういうのでも見れますし、何十年後も見れるはずなんですよ、しっかり保存するときは。っていう感じですね。はい、無職転生、うん、良かったですね。4巻もね、もうすぐ3月か発売は、まだ先ですね。番外編のエピソード収録されてます。またね、感想動画とかもあげようかなと思って見るの楽しみです。で、続いてこれですね。いや、ほんとね、これは買うとは全く思ってなかった彼女、4巻までね、全4巻かな、買いましたよ。さきさきと、なぎさちゃんと、ちょっと待って名前が飛んだ、しのと、しののと、エリカ、星崎エリカ、星崎リカ、ミリカだ、ミリカ
なんで忘れて、すいません。すいません。いや、私ね、これ、彼女も彼女もお尻が定まってなくて、最近ね、このしのさんがもうたまらんのですよ、このね、しのさんが。そうですね。なぎさちゃん。なんでこれ、下に書いてないんだ。特製ブック、あ、これか。まあいいか。カノカノもね、ほんとめちゃくちゃ面白いですよ。まあ、なんかブックレットが大体声優さんのインタビューと載ったりするんですけど、まあ、でも今回この彼女も彼女は漫画原作ですんで、ね、原作者さんの、まあ、書き下ろしの漫画とかもね、ついたりしてたりとかする感じですね。あとこれ一巻の特典が「せいぜい堂々二松する話」って、彼女も彼女の一巻のプロトタイプみたいな、まあ最初の同人誌版とか発売されたのがそのバージョンっていう感じでね、ちょっと違うんですけど、これもありますよと。これはね、なんか買っちゃいました。素晴らしかったね。はい、で続いてアニメ映画ありました。バイオレット・エヴァーガーデンというこれね、いやー映画ね、泣きましたね、泣きましたね。もう普段全く泣かないね、後輩がボロ泣きしてた、今でも覚えてますか。本当もうこれすごかった。もうバイオレット・エヴァーガーデンはすごいね、本当歴史に残る映画だと思うんですけど、見てないからぜひ見てほしいですね。中もなかなかすごかったですけど、まあ、ひとまず今回はこれで、はい、紹介しますと、はい、では続いて、これですね、小林さんちのメイドラゴン S ということで、1巻から全5巻かな、全4巻の特別の S というところね、ミニドラっていうね、なんだ、ミニアニメ、ミニショートアニメとかね、YouTube とかも配信されたりしたんですけど、それ全13話とミニドラスペシャル全3話、あとこれあれですね、今回新作のまあ番外編みたいなのが入ってて、で、クロエっていうね、多分アニメの多分ゲストキャラみたいな一回出てきたと思うんで、そのキャラが一回なんか日本に来てみたいな話なんですけど、これ非常に良かったです。新しい新作のね、アニメも非常に良かったです。はい。癒されました。で、これ結構すごくて、これ、パッケージがこう、ね、こうなってるんですよ。すごくないこれ。僕勝手に感動してたんですけど、こうね、だからこう最初、イルルと、ね、なんだっけ、ね、こういう、下野さんしか覚えてない。ちょっと待って、マジ名前忘れちゃった。まあいいや、なんか紹介しよう。こんな、こういうのついてたりするんですよね。これすごいですね。かわいいな、これ。ね。通る、通る。マジヤバくね、あ、カンナちゃんか。ちょっと待って、あれタケだ、タケ、思い出した、タケだ、タケとくんだ、タケ。ダメですね、もうキャラ、アニメのキャラ、アニメたくさん見てどんどんキャラがよくわからんくなってくるときありますね。ダメだな、これ記憶がもうおっちゃんになっちゃってる。こう感動しましたよというとこでした。タケとユルの関係性もね、好きですわ。はい、まあ、エルマの方がイルマって間違えてましたから、僕もびっくり。はい。では、円盤ラストかな？円盤ラストですね。これだ。てーてーてれれれ、未来は風のように。僕ら、あの未来は風になってめちゃくちゃいいですね、ほんと言うて。未来は風の、待って。もうダメだ、蓋のまま食べなかった。いやー、スパスタはね、でもほんと良かったですわ。始まりは君の空、リエラの歌。未来は風のようにか。ラブライブスーパースターで、ラブライブ、僕ね、実はラブライブ虹ヶ崎から入ったんですけど、虹ヶ崎もめっちゃハマって、円盤買って、スーパースターもなんか、2話ぐらいかな。もう、どんでもないぐらい感動しちゃって、で買いましたね。未来は風のように。なんて言った最初。未来は風のように、僕らを、今でもね、結構聞くんですよね、未来は風のようにとかね。円盤ね、実はもう見れてなくて、ちょっと早く見たいな。特典図とかもこれあるはずなんでね。特典アニメーションと、
イベチケとかも入ってるのかな、イベントとかね、私あんま行かないんですけど、うん、こんな感じですね。あの、5人それぞれがね、表紙になってますね。2期もね、決まったら楽しいです。はい、虹ヶ関2期がもう始まりますね、4月から。楽しみです。で、これね、あの、こういう感じで特典とかもね、他についてはしてますよ、というところです。はい、ということで、すごくなってきたけど、次 T シャツかな、最後タペストで紹介しますね。次 T シャツということで、で実はこれもなんですけど、僕なんかジャンプのなんかの応募で当たったんですよ。あの、僕週刊少年ジャンプの電子版定期登録してるんですけど、まあマガジンとかね、あのサンデーとかヤンジャンもそうなんですけどしてるんですけど、なんかジャンプのその応募企画みたいなのがあったんですよ。でこれジャンプ定期登録してる方はわかると思うんだけど、でこれもね当たったやつなんですよ、実はブラッククローバーの、うん、なんか当たっちゃった多分ね、なんかね、なんか当たってて、うん、でこのワンピースのなんかね、鋭い方だって視聴者さんがそれあのプレゼントのやつだろってね、当てられたって言ってびっくりしちゃったんですけど、恥ずかしいね、なんかワンピとかもね、なんか応募者当たったんですよ。でびっくりして、当たると思ってないもんだから急に服が来たぞってなって、で3つも当たったんですよ、同じやつで、うん、だからなんか毎週ぐらいね来るときは、毎週だったかな、なんかすごい勢いで来るときありました。ワンピの T シャツとブラッククローバーと、うん、めっちゃ窮屈なって大丈夫かね。あとこれもなんですけど、これ多分マジで初公開、この動画やばくない、これ僕とこれすごないですか、僕とロボコン出ちゃったんですけどいやね、私もね一応なんかね、まあ、羞恥心みたいなのありますんで、なんかあのこれちょっと金のさすがにちょっとふざけてねいや僕とロボコンめっちゃおもろいんで好きなんですけど、まあ、これはねなんか第1規模第2規模第3規模と出すはずだったんで、これ第3規模にしたらありがたいですよ、ありがたいんですけどちょっと切れてないっていうのが現状ね。どうですかこれ、来てほしいかったらねコメントください僕とロボコンめっちゃ鳴ってる、ちょっと救急車鳴りすぎだ、大丈夫かな、僕とロボコいいですね、僕ロボコはねめちゃくちゃいろんな表情してるって、まあ今後いつか着る機会があるかも。実はですね、あの今日こあのね紹介する中でもまだ着たことないよってやつあるんですよ、うん、で別に今一応基本的に僕 YouTube 撮影のために買ってるっていうのもあるし、まあ可愛いとかっこいいで買ったりするんですけど、うん、でこれね、これ初公開ですよ、これ彼女の T シャツなんですけど、見えるかな、これめっちゃ可愛いですこれ、見えてる、これいい感じ、あ、これか、こう映ってるですね、え、すごいねこれマジで、いやこれめっちゃ可愛いと思って衝動買いしたんですけど、ちょっと動画でなんか金でもなんか後ろにこんだけタペストやってんのにね、なんかちょっと恥ずかしいとか思っちゃってちょっとね、いやでも俺めっちゃ可愛くないこれ、なんか僕のキモオタ顔のね、これなんか合わないじゃないですか、この可愛いにしたやつがと思って、これマジ鑑賞用なんですけど正直、うん、どっかで着るかもしれないけどね、これはすごいわ、これはすごい、うん、タペストでずっと変わった、まあタペストで変わってますけど彼女も変わって、あれね円盤特典ですね、あれあのん、うん、あれ円盤特典で、これは買ったっすね、メイドラゴンで、これも買った、ラブライブスーパースターね、うん、な感じですね。で上野炭治郎のも買った、あれはあれか、無限列車円特典か、うん、で買った、であれはあれ、まあまあいいや、これはたまに障害者たちがいつかね、はい、でこれ大変ありがたいことにね、視聴者さんからプレゼントいただいた時がありまして、で本当はサブチャンネルでもまるまるそれを紹介した時あったんですけど、メインチャンネルでずっと紹介しようと思ってね、ようやくこのアニメグッズ購入品紹介来たんでやりますけど、ちょっとね広告が若干外れそうな気がするぐらいちょっとエッチですけど、イロハっすね、まあ、僕一色イロハ、あのやはり俺の青春ラブが間違って言ってラブコメ非常に面白いんで見てほしいんですけど、イロハス推しなんですよ私、うん、いやね、あのガハマちゃんがね、あの推しってユイガハマユイちゃんっていうかもすごい人気で推しの方が多いと思うんですけど、私はイロハス推しね、これねすごいね、あの僕アマゾンの欲しいものリストみたいに一応なんかリンクいつも貼ってて、なんか気づいてくださる方まれにいてね送ってくださるんだけど、プレゼントこれはすごいですよ、これ結構しますよこの T シャツ、いやありがとうございます、ありがとうございます、なかなかね きっと着るのは人と来たらねちょっと問題が発生YouTube がなんか問題あるんじゃないかと思ってね、あのこうやってありがたくね、あの持たせていただいてますが、一回ね確かライブ放送で来たんですけど、すごいねこれ、ありがとうございます、本当にありがとうございます、マジでありがとうございます、嬉しいです、はい、ではまだまだ T シャツ結構あるんですよね、こ
この動画何分ぐらい、30分ぐらいに終わるかな。はい、これはですね、あのこれ来たことあるね普通に、あのラブライブスーパースターのタンクーク、うん、いやね、なんかクークーちゃん推しちゃったんですけど最初なんかだんだんもう誰が推しかわからなくなってきて、みんな好きやみたいな2期で推しが定まるといいなって思います。まあみんな好き、箱推してもいいと思う。はい、ではあ、これメイドラゴン多分ね紹介しなかった、これ結構来てたんですけど前は、最近あんま来てないけど、メイドラゴンね、これも可愛いですよね。 T シャツもね調べてっとネットになんかめっちゃ可愛いのたくさん出てきて、うわーって買っちゃうんですよね。もうダメだね俺。はい、これは無色転生ですね、これユニフォームですなんか無色転生の感想とかずっと上げてて、うん、これ無色転生って買うかって買いました。だからね、だから毎週感想を上げてる作品とかもしかしたらちょっとユニフォーム的な感じで買うかもしれませんね。あ、でも進撃の T シャツはでもあれはマジで好きで買ったな。でもあれはもうかっこよすぎて買っちゃいましたけど、うん、あとこれ私かなりお気に入りなんですけど、これこれ普通の T シャツだと思ってる人いません？もしかしたらこれ何のアニメか分かります？これこれね、あのこのこれのこれわかんない、ダメですよ私じゃない視聴者これね、冴えないヒロインの育て方っていうね、あのまあゲームを作るまあっていうのアニメがあるわけですよ、うん、でまあラブコメ要素も結構あるっていう作品なんですけれども、これがねとんでもなく、私はもうめぐみちゃんしか勝たんと、加藤めぐみ大好き人間なんですけど、うん、はいはい信じゃおつって言われそうですが、うん、ねこれブレッシングソフトウェアって言ってね、まあ、そのゲームのそのまあチーム名みたいな感じなんですよ、うん、でまあコンテンツがすげえおしゃれだなと思って、これ私の親に見せても好評でして、これ普段ねグエーって言ってリキトがいるってやるんですけどはい、これねめっちゃ良くてかっこいいしね、デザインもねいい、おしゃれですよね。これ普通に街中でも着れそうですけど、後ろは若干ちょっとあれか、まあ、これ後ろもいいよね。これブレッシングソフトウェアでメンバーの名前書いてあるんですよね、あのね、沢村スペンサーエリリ霞ヶ丘歌、加藤めぐみ氷戸みちる秋智也ってね、うん、まあ基本的になんかあの進行まあハーレモノなんですけど、まあヒロインそれぞれがね超魅力的、私はめぐみしか勝たんと思ってます。まあエリー推しとかの歌は先方推しとかかなりいいんじゃない、サイカの絶対見てください。コンティシャツ着て普通のシャツ着てると思ってきたらマジサイカの見てください。アニメね一気に来て、映画やばい、フィーネもうやばかった。この前ね BS11 かなんかでやっててもう一回見ちゃったんですけど、まあ円盤もねこちら買わせていただいて、これ特典ですね、かさあこれだ、サイカの、うん、最高ですよ。はい、っていうところで T シャツの紹介は終わったかな、やりきりましたね。そして最後いよいよタペストリーの紹介で、タペストリーそんな買ってないのでも特典が多いっすね、特典が多いわ。あんま最近単体で買ってないから、単体で買った、これがせるかもしれない、メイドラゴンのこれめっちゃいいっすよ、これめっちゃ良くない、このタペストリー京都アニメーションさんで買ったんだけどすごくいいねこれ、うん、で、あこれもめっちゃいいっすね、これもめっちゃいいね、これも多分前紹介してないかもしれないね、これめっちゃいいっすね、これも買いましたよ。はい、タペストリーってね、確かにまあ基本3300円とか6600円とかで買える、まあ、サイズによって変わるんですけどね。これ特典ですね、ノンノンビューリー。うわー、ノンノンビューリー終わっちゃったね。今度なんかね、あの、アニメ、なんかまた、なんだっけ、あの、番外編みたいな、確か収録されたやつが特装版がなんか出るはずだから、楽しみです。オリジナルアニメですかな、あれ。まあ予約してますけど、楽しみですから、みんなもね。また生放送で感想をあげるか、話すかなと思います。で、これも特典ですね。五等分ないの、これ一時期変わってたっすね、これ一時期変わってた五等分目、ちょっとなんか絵柄ソフトっすよねこれ。映画もね楽しみですね、あー5月だったっけあれ、いやの五等分ないめ終わっちゃうんすね映画で、すごい寂しいけど、映画も多分円盤も買うと思いますね。五等分はね、ちなみに私四つ葉ちゃん推しです。うん、で声優がねどっちもさくらあやねさんってあやねるってよく言われてるんですけど、あやねる大好き人間なんですけど、まあね、あの別にあやねるが大好きなんだけど、別にキャラがあやねるがやってるから好きってわけじゃなくて、多分あやねるのやってるようなキャラがすごい好きなわけな、明るいね。はい、で最後かな、これ最後あれこんだけタペする意外とねないかもしれない。これ無色転生ですね、これはね、もう無色転生が好きすぎて、タペストリーで飾っときてえと思って、買ったやつです。これめっちゃいいですね。これめっちゃいいな。これキービジュアルとかもないと思うんだけど、もうね、シルフィー、ロキシー、シオ、エリス、うん。で、ルディがね、乗ってるっていうタペストリー。で、これアニメ放送されたときずっと変わってたの、またね、多分アニメ2期来ると思いますね。来てくると思ってますんで、まあ、飾ると思うんですけど、まあ、今、また飾ろうかな、どうしようかな。
まあね、タイミングを見計らってまたどっかで飾ると思います。ね、なんかね、ちょっとこの今しっくりきてるんで最近あんま変えてないんですけど、後ろをね、そうそう変えるかもしれません。なんか買おうかな、今期のね、アニメもそうそうタペストリーで買うはずなんで、どうだろうね。でもね、もう飾れないですからね、全部を。だから困っ、最初はね、買って全部飾れるからいいやと思ったら、もう飾れなくてしまっちゃうからね、厳選してる傾向はありますね、前より。前はもう衝動買いでね、加算してますから、はい。ということで、え、終わった？ あった、これか。これもね、円盤特典ですね。袋の中に入れてんだけど。これですね。シタロウパパラパパパトゥデイ、はい、小林さんちの目、これがなんか思ってたとマジで違ったんだよいや僕普通に B2 タペストリーがなんか染まれてたんからね、多分勘違いしてたんだよ。これ何、これサイズ、これ何、これ A4 でもないな、 A3?B4 かな、これ B4 ぐらいかもしれない。なんとも言えんですよ、これが。まず飾るところが本当にフックもう一回つければいいのかなとか、あそこに飾っとけ、ちょっと飾るかもしれない困ったもんだと思って、キービジュースね、うん、まあ円盤特典ですわ、まあおまけ程度に考えてましたけど、これはっていう感じかな多分ようやく紹介終わったかな、とんでもない量でしたね、これマジ総額下手して30万ぐらいいってるかもしれないですね。うん、まあ基本的に雑誌は最初のまあまあ800何円とかね、1000円ぐらい、800円ぐらいで、円盤はまあ1巻当たり大体まあ6000、7000ぐらいするから、まあ全巻揃えたらほんとまあ3万から、まあ高いで5万ぐらいするかなっていうところで、タペストリーはまあだから3000円からまあ高いんで1万ぐらい、まあ大体6600円あれば買えるかなっていう感じだと思いますね。うん。っていうところかな、はい。っていうところです、はい。ということで、これぐらいにしましょう。とんでもない時間ね。最初から最後まで見てくださった方、本当にね、ありがとうございました。で、あと、ね、本当、こうやってプレゼントね、くださった方、本当にありがとうございます。ありがとうございます。感謝しかないです。他にもね、いろんなプレゼントくださる方いらっしゃるんですけど、まあでも本当、ありがたいですね、本当に。うん、もう、感謝しかないです。はい。で、私もね、まあ、最近は円盤、まあ、今期も多分なんか買うんじゃないかなと思いますね。うん。また紹介しようと思いますし、まあ、このアニメグッズ購入品紹介ね、常に復活して、まあ、3ヶ月に1回ぐらいやるかな、まあ、と思いますね。まあ、もしかしたら毎月やるかもしれないけど、そんなにね、毎月そんな、ね、内容濃くなんないんで、これ半年以上あったらすごい内容濃いと思いますけど、これ、めちゃくちゃ紹介したんでね、まあまあ3ヶ月に1回ぐらいはね、やろうと思いますね。ぜひね、こういうなんかグッズ紹介に、ね、興味あるとかもね、チャンネル登録いただけると嬉しいです。まあですね、僕自身普段、いろんなアニメの感想ですか、ランキング、まあ、情報とかね、発信をメインにやってますね。それ以外のね、漫画ラノベ紹介もやってますね。ぜひこの機にチャンネル登録って声がのしてだけ大変嬉しいです。すごい大変ね、長い動画になりましたまあ多分次回以降こういうのやっても当然 10分ぐらい終わると思いますね。ちょっと今回はまあ特別バージョンね、半年ぶりにやらせていただきましたね。語りたいだけ語って、ね、紹介するだけしてと結構ね、もう全部紹介しきってるの、これでもなんか紹介しきってるのが悲しいけど、まあ、またですね、円盤とかタペストリーとか多分これまで買ったやつかなりあるので、まあ、またどっかでね、今まで買ったタペストリー全部紹介とか、円盤全部紹介とかね、やるかもしれませんね。そちらもお楽しみに待っていただけたらと。で、ルームツアーをね、やってくれないかっていう声があったんですけど、ルームツアーっていうほどの広さがない。でね、実家を紹介するってのはちょっと問題がある気がするんでね、まあ、気が向いたらまたなんかやるかもしれませんが、ね、そちらはね、お楽しみにお待ちいただけたらなと思います。ということで、これにて完全に締めたいと思います。本当ですね、長い時間になりました。本当ここまで、ご視聴くださった皆様ありがとうございます。ちょっとぐだる部分もありましたが、本当に、今回ご視聴いただきありがとうございました。またですね、次回の動画でお会いしましょう。